電気つけたら、うん、もうここがそのまま普通の家庭用のコンセントが使えるっていう形で。軽バンでキャンピングカーを作る工程はこちらです。今回の動画では電気配線について説明します。今回することはこちらです。ソーラーパネルから家庭用コンセントを使って文字だソーラーパネルから家庭用コンセントを使うまでの実際の配線をお見せします。今回使った道具はこちらです。詳しくは概要欄に貼っておきますのでこちらからご覧ください。ソーラーパネルで太陽光から電気を発電します。発電された電力はバッテリーに充電されます。バッテリーは使いすぎたり逆に充電しすぎると劣化してしまいます。そのような過充電を防ぐチャージコントローラーと過放電を防ぐためのバッテリープロテクターというものがあります。バッテリーに溜まった電力はインバーターを通って直流電流から交流電流に変換します。簡単に言うと家電が使える電流に変換するということです。最終的にインバーターにコンセントをつなぐと家電が使えるようになります。こちらは自分たちが組んでいる配線図です。よかったら参考にしてください。はい、では実際に私たちの車の電気配線をお見せします。じゃあまずソーラーパネルから電気を発電するんですけど、ソーラーパネルは 100W のものを2枚積んでます。うんうん。でここで2枚のソーラーパネルを並列でつないでるんですよね。まあ、ここで読みづらいからちょっと地図で説明した方がいいかな。別で購入した Y 字型の MC4 コネクタを使ってプラス同士の配線とマイナス同士の配線をつけることで並列でつなぐことができます。外側に出てきてる感じかな。うん、でこっから出てきた配線がこのままこっちに流れてきて、ここから入れてもいいんやけど雨漏りの心配をしたためにこっちの外側をずーっと合わせていって水がこれに沿って一緒に落ちてくるからシーリング打って。うん、そのままスーってこっちこっから出てきて、ここに U にしてるのはこっから水が下に落ちていくように、一回落としてあげることで水が入ってこない。でこっからそのまま直接中入れてるけど、ここは意外と空洞があって線も傷まへんしちゃんと閉まるから、意外とこういう原始的なやり方で大丈夫っていうことを聞いてこういう風にやりました。でこれがこの下から通ってきたのが壁、この後ろを使って、うん、で最終的にこちらですね、後ろから通ってきたのが、うん、ここプラスとマイナス、穴4つ開けたもんな。これは穴をがっちり固定する前に後ろに通しとかな、配線をたくせんくなってまうから先に後ろに通すだけ通しといて穴を固定する。後ろから通ってきたのが、うん、ここプラスとマイナス、ここでバッテリーに充電する電力を調整してくれる。あとバッテリーからソーラーパネルに逆流してしまうのをこいつが防いでくれるっていう役割。んでここから直接次バッテリーに行くんやけど、うん、プラスとマイナスがこれまた中伝って、うん、この棚の裏をガーッと通って、うん、下通って黄色と黒の線がザーッとこっち見づらいけどこっちから、うん、でここも穴を開けたところから内側通ってたやつが出てきて、うん、わー、運転席の裏に置いてる並列のバッテリー、この黄色と黒がプラスとマイナスにつながってる、うん、38スケ
アの太さの配線、これは22スケアでもいいって聞いたけど太い方が安心やから、そうやね、太いものを選びました。ここはプラスとプラスをつなげてマイナスとマイナスでつなげたら並列、なんて言ったらいいんやろな、倍の持ちになるっていう感じかな。なるほど。つないでる時の注意点が、この今のコントローラーからやってきたこのプラスとマイナスも一つのバッテリーのプラスとマイナスにつなぐんじゃなくて、どっちかのプラスマイナスはこの反対側のマイナスにつながな、片方だけのプラスとマイナスにつけてもたら片方が劣化してしまうらしいから、どっちかのプラスどっちかのマイナスでつけること。で次このバッテリーに溜まった電気がインバーターっていう機械を通してやっと家庭用コンセントが使えんねんけど、バッテリーとインバーターの間にバッテリープロテクターをつけました。これを 10.5V 下回ったら自動的にこれが遮断してくれて、バッテリーの過放電を防いでくれる。優秀ですね。だからあのチャージコントローラーが過充電を防いでくれるやつで、バッテリープロテクターが過放電を防いでくれるもの。それの配線がここに 1,2,3,4,5,6,7,8 まで番号が振ってあるんだけど、1番と2番は黒い線、2本はプロテクターのスイッチ、このオンオフがバッテリーの大元の電源のオンオフになるから、この1番と2番はこのスイッチ、トグルスイッチ、これがもうソーラーから発電してる電力のオンオフ。これ今だから消そうとしたら全部遮断するから、今持ってたのは完全にバッテリーからの電力を遮断したから、もうインバーターも動かなくなって、これまたオンしたら全部の電源がつく。おー、なるほど。で、付け方がほんまは丸型の端子で付けようと思ってたけど、もう直付けで付けてます。右回りやから右に、これをだからもうちょっと伸ばしてどこにつけるかまで迷ってるけど、とりあえずこれは1番2番がオンオフスイッチで、次3番は8番と結ぶ、8番と結ぶだけ。3番は太さは5スケアぐらいの、次4番はバッテリーのマイナスに行く線ですね。なるほど。5番6番は基本的に使わへんから、なんか予備の電力みたいな感じらしい。まあ5番6番は使いません。で次7番がインバーターのプラスに行きます。これも配線は太いやつ使ってんねんけど、この太い配線と端子をつけるところサイズが合わへんから、ここは途中で、ここはこの頭では太いからいいけど、この間はちょっと細いから大きい電流が走った時に安全上どうなるかちょっとわからんけど、とりあえずこれで今やってます。まあでも今のとこ問題なく使えてるから、一概に大丈夫とは言い切れへんけど、自分たちはこういう風にやってます。で最後8番はバッテリーのプラスに行きます。だから、そのままこれ8番がバッテリーのプラス、4番がバッテリーのマイナス、7番がインバーターのプラス、3番はこの8番と結ぶだけ。なんで結ぶかって言ったら、3番でこのバッテリーの電圧を管理してて遮断するか、ここで測ってるらしいから、そんな感じで1から8までそれぞれの配線があって、で次インバーターに進んでいきます。インバーターはこのプラスとこのマイナスの2本でいっております。このプラスとマイナスがまた戻るような形、この3連の穴を通って、このさっきの赤はこれについてて、黒はこれについてる。これも回したら取れて輪っかでカシャン。でインバーターに電力が来て、 OK、電気つけたら、もうここがそのまま普通の家庭用のコンセントが使えるっていう形で。なるほど。でこれは延長コードにつないでて、一番右の分が壁の後ろを通ってここから出てきたスイッチ付きの延長コードと、もう一つがこっちも前の延長コードにつないでるのか、このコンセントをこうステップの裏側を通って
裏側を通って、これがさっきの続きかな。で、こっから通ってきたこの線がこの2つのコンセントになる。このコンセントはもともとついてたやつやけど、多分前の人が穴開けてはめ込んでたやつかな。こんなんもホームセンターで売ってるやつやから。ここまでがソーラーパネルから家庭用のコンセントを使うまでの電気配線です。バッテリーやケーブルの選び方、端子の付け方などは別の動画でお見せしようと思いますので、よければそちらもご覧ください。